はーいこんにちはつかつですということでね今日もやっていきましょういやー最近ね直木賞と芥川賞のね候補作をどんどん読んでいってますで今回でね2作目読みましたペースがね早いのか遅いのか分かりませんけどまあ時間的にはね1ヶ月あるんですねちょうど1ヶ月の中で、まあ、10作品読むと で直木賞はね比較的に長いんですね原稿用紙で言ったらね500枚とか600枚とかの枚数が、まあ、1冊あると考えたらいいんですけど芥川賞はね200枚ぐらいなんですよ、まあ、そういった意味では直木賞をパッパッパーって読んじゃって芥川賞をじっくり読めるっていう感じはするのかなぁとは思っておりますということで今回紹介するのはこちらですこれは長谷青春さんの「少年と犬」ですね 人という愚かな種のために神が使わした贈り物と犬を愛する全ての人に捧げる「貫類作」とここにね目次的なやつ書いてるんですけれどもまあこれ自体はね308ページなんですねでかなり読みやすかったなこの前に読んだ「銀河の蔵」は別に読みにくいってわけじゃないけどそれと比較すればこっちの方がかなりサーっと読める感じがしましたでこれね僕ね最後ねちょっとね泣いちゃいましたね なんかうるうる来ちゃってで最後の方に行けばうわーと思ってあこうなるんだーと思ってなるほどーと思ってねちょっと泣いちゃいましたいやよかったよかなりよかったこれ直木賞を取るかもしれないですね早速ねこれあらすじの方ねいきますけれどもこれ目次があるわけですよでこれは男と犬泥棒と犬夫婦と犬娼婦と犬老人と犬少年と犬のこれ6編入ってますでこれはねなんと連作短編集なんですね で、普通の短編集ではなくて、連作短編集ですから、主人公が一緒ということですね。これがね、また面白くてね。あ、上手い連作短編集だなと僕は思いましたよ。 ここに書いてますけどこれ男と犬男は家族のために犯罪に手を染めた男とで泥棒というのは仲間割れを起こした窃盗団の男は守り神の犬を連れて故郷を目指すとで夫婦というのは壊れかけた夫婦はその犬をそれぞれ別の名前で呼んでいたと娼婦というのは体を打って男に貢ぐ女どん底の人生で女にぬくもりを与えたのは犬だったと。 で老人と犬は老漁師の指揮をしていたかのようにその犬はやってきた。少年と犬は震災のショックで心を閉ざした少年はその犬を見て微笑んだと。これなかなか説明しにくい話なんです。なんでかというと、結構重要なギミックがあって、 はは、まあ、それはもうう言わないようにしてますこのギミックねめっちゃ面白くて最初ね最初これ男と犬をねちょっと説明すると最初仙台にいるわけですよ仙台宮城県ねでそこに1匹のね犬がいるわけですよでこのこういう犬でしょうねシェパードとなんかの雑種みたいな犬がいてこれね主人公がね男というよりか犬なんですよ犬がまあ主人公と考えた方が早いですがまあ、男がいて 犬がね、もう、なんか野犬みたいになってるわけ。でも、首輪とかつけてるから、一応ね、昔飼われてたんだけど、もう野犬になっちゃってるっていう犬なんですよ。で、男はね、まあ、かわいそうだからと思って拾って、まあ、飼ってあげることにするわけですよ。震災がね、東北の東日本大震災から半年後の話なんですよ、最初は。その、まあ、生活するためには、なんかね、知り合いから、お前ちょっと運び屋にならんか、みたいな。で、運び屋っていうのは、 運ぶというよりかは窃盗団が泥棒をやった後にそに運転手としてね、まあ、その場から逃げる役割をお前はしないかって言われて生活のためにと、ね、お母さんはちょっと認知症入ってるっていうねあとお姉さんがいるんだけどもうそこにもねやっぱお金が必要だし生活しなきゃいけないからって言って、まあ、運転手を引き受けるわけで給料もいいからねでその時に犬を拾うと。 その運転手する時に助手席かなんかに犬を乗せてるわけですよ外国人窃盗団みたいな人に何で犬を乗せてるんだとか言うとその犬は俺の守り神なんだとで結構優しい犬なんですねかなりしつけがなってる犬だしあとたまに認知症のお母さんのとこに犬を連れていくわけですよそうするとお母さんもやっぱ犬好きだから犬と触れ合ってる時間だけちょっと記憶が戻ったりとかもするわけですね だからその犬はもう家族みんなを結構幸せにしてくれるわけですよ自分を含めてねでそっからっていう話なんですよで最初ね僕読んだ時にあ普通の話かなと思っちゃったんですね3章ぐらいまで読んだ時にそのギミックがあるんだってことを気づいたわけそ,それを外して言うとまあ結構本質のもんだから難しいんだけどここにね出てくる男の犬泥棒と犬夫婦と犬っていうのはみんな同じ犬なんですよ いわゆるこの表紙のね犬なんだけどこれ男と犬の時に首輪がついてるわけですよその時に「タモン」っていう首輪がついてるのそれは犬の名前なんですね「タモン」「タモン」っていう犬その「タモン」っていう犬がこういろんなところで出てくるわけですよ実はで最初男と犬もしくは泥棒と犬ぐらいではこれ南をね「これタモン」は南に行きたいっていうことが分かるんですよその南の方をずっと向いてんですよ犬は。 で、主人公っていうか男とかも、お前南に行きたいのかっていうわけ。南にもしかしたら飼い主とかね。 もしくは仲間とかがいるのかっていうんだけど、マイスは犬は答えてくれないから、しつけもいいから、やっぱり可愛がってもらってた犬なんだろうってみんな思うわけ。だからみんななんか南に行かせてやりたいんだけど、まあ自分たちのね、まあ生活もあるからなかなか行けないわけですよ。で、その時にまあなんやかんやがあって、そのまあ、最終的に言ってしまえば多ンはどんどん南に下っていく話なんですよ。日本列島をどん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 南に下ってて、 でその南に下る途中にやっぱお腹空かせたりするのでそこにね、まあ、人里によってちょっとご飯とかをもらったりするんですよでその時に出会った人たちがここの出てくる6人なんですねで最終的に多聞は何がしたいのかっていうのが最後でわかるってことなんですよ結局南に行ったら何があるのかっていうのがこの少年と犬でわかるんだけどこれがめっちゃ良かったねあそうなるんだと 今までね、ここまでね、長いね、まあ、300ページぐらいあるから、長いね、旅をするわけですよ。で、まあ、読者もね、まあ僕たちも旅をするわけですよ。こんだけ長いね。いろんなところにお世話になって、まあ、そこで一つ一つのドラマがあるわけですよ。で、タモンというよりかは、その場その場の、これ、拾ってくれた人たちね。 タモンを拾ってくれた人たちのドラマがあってそこに一つのギミックがあってで最終的に少年と犬にたどり着くという話なんですね。でそれが面白いんだよねであとねこれね面白いなって思ったのはここなんですねこれ初出 C のところにオール読み物でまあ、雑誌ですけどオール読み物で連載されたまあ、連作短編だろうけどこれ少年と犬が一番早いんですよ2017年10月号でしょ で次に男と犬とかねこう泥棒と犬とこうなっていって最終的に老人と犬となるんだけど、まあ、時系列としてはこの順なんですねだから一番最初に結論を書いてるんだと。 まあこれだけだったと思うんだよね、最終的な話は。でも、これにちょっとドラマ膨らませようかなと思って、こっちを書いてったんだと思うんだよ、勝手に言ってるけど。だから最初の男と犬だけを読んでも、もしくはこの少年と犬だけを読んでも、そこまでのなんか感動っていう話ではないんだけど、この一連の流れを読むことで、 なんか一つのね、やっぱりね、うまさみたいな、物語の太さみたいなね、強度みたいなのが増してって、最終的には感動っていう感じがしました、僕は。ギミックは言わないけど、そのギミックもね、面白くて、夫婦と犬ぐらいで、えマジみたいななってくんの。で、僕もこの6章のね、最終章、少年と犬読んだ時に、マジかよって思ったの。結構ね、びっくりするっていうか、 あ、そうなっちゃうんだーと思って、うわーっと思っちゃった。あの、これ比較するもんでもないけど、銀河の蔵よりかは結構驚きながら読んだね。あやっぱ、長谷選手、ベテランだからさ、今回7回目の候補だし、少年と犬っていうさ、今まで結構ノワールの小説書いてきたのに、結構、ま、なんていうの、自動書じゃないけどさ、そういう風体のね、 本だと思ったわけ最初。だから、今回、直木書取れんのかなとかいう読むまでは思ってたけど、もしかしたら取るかもね。 まあ他の作品まで読んでないからどうとも言えんが、面白かった。僕は良かった。予想以上に面白かったっていう <laughs>、って感じはしましたね。はい。少年と犬ね。まあ点数つけてみると、ね、まあ90点ぐらいかなと思います。90点。なかなかね、個人的には楽しみましたね。面白かったですよ。はい。なく <laughs> しょ取るかもね。はい。まあ今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。ということではでは、つかちゃんでした。バイバイ。